まあ、とりあえずいけるでしょ、これで。よし。うわー、葉っぱカッターミスするな、これ。あれ、ピカチュウに任せて、こっち。葉っぱカッター優秀。よし。サンドパーン。忙しいな、このダンジョンは。どうさえ、サイドン。そうだよね、これ、広場にいたポケモンじゃないの ?350 なんて、サイドンが無限に湧いてほしいな。赤いグミ。よし。かなり賢くなった。グミを食べるとね、空腹度も結構回復しますので、積極的に食べましょう、僕が。リスナーにあげるのもいいですけど。さあ、ない。銀色のやつが欲しい。ゴローニャは灰色のグミを拾った。灰色のグミちょっと欲しいけど、まあいいや。さあ、17階です。あと7階程度でしょうか。6階ぐらい。うぅ。まあ危ないよ、そういうことすんの。でも。おれ!よし。技使いすぎじゃね?え、でもこれぐらい使うもんじゃないの、技って。俺、ポケダンって、技使うと敵のね、経験値がアップするんよ。なので、基本的には技で敵倒すってもんじゃないの?よし。長いね。こういう長いダンジョンで、なんか、精神力が削られてくるから、なんか、苦手、俺。だんだんなんか、正気を失ってくる感じする。ねえ、俺はいつでも正気なのに。うん、俺は正気に戻ったぞ。石使えって、あ、それ石使えばいいんだよ、もっと。それなんかすぐ忘れちゃうんだけど、みんな。石、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 石と言おうぜ、みんな。ねえ。経験値考えない。うわっ!ダンジョンの形変わったぜ、みんな。これ。やばい。おしっこちびってきた。あっす。ほら。よし。どこや?おっと、いいね、いいね。あ、なんか、銀とけ、銀とけ、銀とけ。銀とけ、銀とけ、銀針やった。99階ダンジョンとか絶対無理やって。ああよし。あ、麻痺して動けない。よし、いいぞ、いいぞ、いいぞ。岩落としは痛い。いや、いける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 。ピカチュウがやばい。大丈夫、ピカチュウ強い、ピカチュウ強い。でもら。よっしゃー!リスナーレベルアップ!新しい技覚えた。剣の前覚えたけど、剣の前いる?みんな。剣の前。説明、2段階上げる。でも、お前。冷凍ビーム10万ボルトやからな。いらんよな、これ。まあ、覚え、もう一回は、あれやったらな。いいやろ。ポケダンだったらいらんか。じゃ忘れましょう。リスナー能力アップ。ヒットポイントがまだ上がったな。には。うわぁ、いい意味強い。うわぁ、強し。硬やろ、これ。なんで、ほぼダメージ食らってないもん、こんなん。よし。葉っぱ買った。よし。乱れ好き。いや、全然食らえへん。ピカチュウ強いよ。勝った。勝った、強ピカ。よし。じゃ、モンスターハウス突破でーす。最強かよ、俺。自分の才能が怖い。は、泥遊び大丈夫?いや、今のでレベルも上げれたし、もう一石六鳥ぐらいだよね、ほんと。ぶっちゃけ。もう20回かよ。すごいでしょ。ベトベターにダメージはない。よいしょ、ベトベターか。よいしょ。ピカチュウが戦ってる横で金拾いに勤しむなって。ごめんなさい。だってお金落ちてたんだよ、もう。欲しいじゃん。ああ怯えてしまった?悪臭にやられてそれどころじゃない。臭い!臭い!悪臭振りだがっ、ちょ、マジで、お前風呂入れよ、ほんと。よいしょ、ベトベタな、あいつ。ほんと、俺みたいに毎日風呂入らないやん。
これするか。トゲは固定ダメージじゃないから有効かもよ。そうなの？よいしょ。あ、ピカドラレベル27。え、なんかめっちゃレベル上がるの早いな、やっぱ。え、このダンジョン入る前24とかじゃなかったっけ？ 25 やったっけ？めっちゃ上がるの早いわ、これ。逆に毎日入らんやつおんのか。俺や。俺たまに入らん。泥棒！君たちのことです。さあ、21回。23回まででしたっけ？イーワーク！なんかゲームのサイズ的におかしない君。なんかサイズおかしない君。何こいつ。390。経験値結構くれるな。でかいよね君。なんかサイズ間違ってるよ。でかいポケモンでかいんだねこれ。ねえ。うおー、こんにちは。種マシンガン撃つか、そろそろ。まだ余裕あるでしょ。よし。さて、こっちな、次。ハガネールとかもおるの？あ、そうなのよ。わーん、敵が、よし、並んだな。並んだらマシンガン撃つやつ。2発で止まったか。よし、3発目いった。来た来た来た。これ、美味しいよね。敵を並ばせて攻撃するっていうのが、やっぱ男の戦略。うわー、臭くなってしまった。よし。行くぞ、リスナー。ついてこいよ。スカーフ。ワープスカーフ。ワープスカーフって、何？装備してると一定時間経ったらワープする的な？面白いね、それは。よいしょ。なんか、なんやろ。高速周回に使えそう、ダンジョンの。うん、やっぱそうだ、せやな、せやねえか。オッケーオッケー。しょ。なんか困った時に装備しとくといいかもしんないよね。ワープスカーフ縛りしよう。いやー、怒ってる！なんで怒ってるんですか？やめてください、ほんと。引きます。よいしょ。もう、意味もなく怒る人。うわー！かわいい！死ね。違和感多すぎやろ。違和感やばすぎやろ、これ。よし。不思議なんでレベル上がったねー。よいしょ。オッケー、これでクリアか。あほー、まだありました。もうちょっとやな。この回クリアしたら終わりかな、そろそろ。いい経験値稼ぎになる、こいつ。だって経験値390ってやばいよな、正直言って。よし。うわ、こいつポッポなん？なんでポッポって言われてんの？うわ、すげえぐるっと回ってドンやん。さあ、これ、ちょ、待て待て待て。やべえ、葉っぱカットなくなっちゃった。種マシンガン。よし。じゃあ、イワークはまたなんかお金拾ったよ。イワーク多すぎんって、このダンジョン。イワーク多すぎ問題で。まあ、イワークさん痛い、結構食らう。ほら、攻撃力がポッポなんだ。痛い、締め付けないで。攻撃、この見た目で攻撃種族値がポッポと同じなんだ、イワークって。初めて知ったわ、それ。はい。ということで、ようやく中間地点までやってきました。疲れた。疲れた。はい、皆様、ようやくここまでやってまいりました。ね。ちょっと休憩。素早さ高いんだ、いわ、ねえ。いわくしかいないじゃんって。いわくダンジョンやったな、ほんと。こっからやぞって。もう俺、ちょっとバデデモだで、今ので。完全に。もう今、ちょっと疲れて、今、iPhone いじってんもん、完全に。ねえ。スマホいじって、なんかポチポチしてるわ。こっから本番やぞ。いや、もう、ここ無理やろ、みんな。うん。勘弁してくれよ。あと5回ぐらいで終わりやろ、どうせ、でも。ねえ。多分、大丈夫です。ね。よいしょ。はい。じゃ、とりあえず、やりましょうか。行っていきたいと思います。先行きます。セーブしたよな、俺今。さあ、最下層。行きます。イワーク。お前、後ろ姿そんな感じなんや。
いわくは攻撃ちょっと上がったって、なんで怒らんといて、怒らんといて。葉っぱ買った。あれ、もう一体おったん。葉っぱ買った。見てくれ、耐えたり。あー、ピカチュウ、ピカチュウの防御力がひどいことに。経験値400ってなんかめっちゃ吹いてんねんけど、こいつセーブしなかった。今もしかして俺セーブしなかったっけ。したんちゃう。あ、覚えてないな、もう記憶が、記憶ないわ俺。ま、勝てるやろ。めっちゃ可愛いこの天使の寝顔。はばかった。よし、休憩してセーブ。あ、これハガネイルか。ほんまにハガネイルやんこれ。ハガネール。おれ。ハガネール強いよ。よいしょ。種はあったら大丈夫やで。まあ、種マシンガンの代打でやってから俺。電気技つけた。それピカチュウ電気技許可したらな。ピカチュウ電気技好きに使っていいぞ。お前は電気タイプのポケモンやからな。好きに電気になってくれ。電気ネズミや、お前は。で、ハガネールとかに会う前に階段降りたい、早く。でも全然迷子になってる今俺。やばいやばい、完全道間違った。つらい。あー、ガネール、怒ってる。ここだよ。分かった、2発目あげるか。あかん。よし、17。痛い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 。よしよし、強いってこれ。もうオリオンも知らん。ピカチュウ電気ビリビリしとるなお前。いかんいかん、もう帰る帰る帰る。無視しよう無視しよう。あ、もうクリア、お疲れ様でした。ここはどのあたりかな。だいぶ深いとこまで来たけど、地震だ。フーディンたちどこおんの、寝てんのかなその辺で。フー収まった。あ、誰だろう、あそこ。あ、バンギラス、リザードン。う大丈夫、グラードンにやられた。グラードン、うぐぐぐ、情けねえぜ。そうだ、フーディンはどこにいる。フーディンはまだグラードンの戦ってる。1対1、絶対勝たれへんやん。大丈夫、気をつけろ。すげえなお前一人で。フーディン大丈夫。む、お主たちか、下がっておれ。この敵は厄介だ。ギガガガガ、来るぞ。何何、え、どこから来んの。え、どこどこ。うわー、フーディン、フーディン消え去った。フーディンがいない、もしかしてやられちゃったの。今度は僕たちの番だ。ただじゃやられない、頑張ろう、行くぞ。めっちゃ離れてるわこれ。種マシンガンで終わりやろ俺。俺俺俺俺、種マシンガンじゃ俺俺うわー、ドラえうわい、もう一発じゃー、くらえやくらえ、タネマシンガンでお前近づけずにもうやられるんや、不思議だねに。勝った。あれ、どうしたん君たち。あ、フーディー、こんなのに負けたの。バンギアスも、リザードンも。やったのか、グラードンを。ね、どんな気持ち、不思議だね、イカってどんな気持ち。ん、大丈夫、え、僕、無効だけど、勝っちゃったけど。ああ、ヒキだ、ここでよう。グラードンは大丈夫かな、心配しなくてもよい。また目を覚ます。
眠りを妨げられた怒りで我を失っていた。これでおとなしくなるだろう。まだ揺れるの？え、これグラードのせいじゃなかったの？こうしてグラードンを沈めた、ね、物理的にかなこれダイダラたちはフーディンたちと共に広場へ帰っていくのでした。はい、ということで倒してすごいいいところですが、今日はこの辺りで終わりにいたしましょうか。うわーね、まあこれで多分残ってるのは海王がでしょうかね。すべて悪いのは海王がな、決定ということで、また次回、ポケダンやっていきますので、明日も多分やりますので、明日もまた見に来てください。多分もう表のストーリーはもう明日が最終回なんでしょうかね。そんな感じかな。それじゃあ皆さんお疲れ様でした。おつぽよ。おやすみなさい。